はい、どうも秘密結社の創生発表です。こちら、天皇杯対環太平洋大学ってことで、まあ、相手は大学生ですからね、こっちはプロ、まあ、そして、吉田達磨のね、なんていうの、擁護している人たちが言うには、うちのチームは非常にレベルが高い練習ができているとのことなので、サブだろうが何だろうがやってくれると思ってますよ。まあ、そうじゃなくてもね、プロだからね、やって当たり前だしね。まあ、そんな感じでやっていきましょう。天皇杯2回戦環太平洋大学戦ということで、まあ、5対1、まあ、大勝ということにはなったわけですよね。まあ勝ち、まあそれはまあ格の違いを見せつけたとかっていうふうに言っても過言ではない試合だったと思います。まあメンバーね、ほぼサブ組という中でそういった試合ができたのは、やっぱりまあね、吉田達磨信者が言うような質の高い練習ができているみたいなことは一応あるのかなっていう気はしますよね。まあ一応ね、まあ、とはいえですよ、まあ、うん、本当にね、質の高い練習をしているし、あのサブもレベル上がってるんだぞって、それはじゃあ見なきゃしょうがないよねっていう中で、1250人しか来なかったっていうのは、どういう状況なのかなって考えたときに、まあ、確かにコロナでね、まあ、昔の半分ぐらいしか客が入らない状態、まあ、コロナのせいにしてもいいんだけれども、まあ、にしてもね、それでもね、そういう時でも天皇杯3000入ってたんだよね。あの客が倍いた頃、最低でも3000、それこそ雨の中とかだったりしても、それがね今回1250、半減以下っていうのは、まあ、サポーター離れかなみたいな気は若干するし、その原因って何なのかなって考えなきゃいけないよねっていう気はしてる。まあ、そんな中で、まあ一応ね、まずはとはいえプロ契約になっての内藤大和のデビュー戦でした。まあ、内藤大和はね、まあもちろんU18、U19 もね、2月3月と飛び級で呼ばれて、で筋肉系のトラブルで離脱してたっていう情報と、まあ、それでね4月5月は呼ばれてないみたいな感じになってるんだけれども、まあ、今回そのおかげもあって、まあ、その離脱中ってことになるのかなにプロ契約が発表されて以来初出場とプロデビュー戦なんですよ。ね、甲府の、ね、ユース最高傑作、これまでね一応ユースで呼ばれ続けたけど宇佐美の控えだった堀米とか、まあ、U23 になって、まあ、オランダで一部リーグ所属できてんだったら呼んでみようかみたいな感じで呼ばれてね、まあ、ただ活躍できずに、ね、まあ、オリンピックには呼ばれなかったファンウェルメスケルケンサイとか、まあ、それでもU18 ぐらいで呼ばれなくなった堀米より U23 でも呼ばれたファンウェルメスケルケンサイの方が大物かなとかね言ってみたりね、まあ、オランダ一部で今でもやれてるしねというふうに言ってみたりする中で、初の飛び級ですよ。もうこれはね、もうあの内藤大和ヴァンフォーレ甲府ユース史上最高傑作とすでに言っても過言ではない。まあ、そんぐらいのノリでね、その選手がプロデビューみたいな感じで出るぞって煽られたら来るよね、普通はね。まあね、1250人しか来なかったけどねっていう感じのノリでね、僕は行ったわけですよ。まあ、ノリノリでね見に行ったらね、開始8分、まあ、コーナーからのねセットプレーからのゴールですけども、プロ初ゴールを決めてくれて、
いやもうね、それだけでテンション爆上がりよね。もうね、その後どういう展開になるかななんていうね、不安より、もう内藤大和のプロデビュー戦、いきなりゴール決めたじゃねえかっていうテンションの上がるの方がね、大きいよね、普通はね。まあ、気もしねえでね、この後も点を重ねていきましょうみたいなことをね、言うよりはね、まあ、テンション上げて、もう内藤大和のデビュー戦、いきなり決めてる、やっぱすげえじゃねえかという感じでいたんですけども。ところがね、前半30分、いやまあその前からね、まあ、環太平洋大学の若いっていうのはいい意味でね、ちゃんとパスつないで自分たちのサッカーやってきたよね。まあそして、レナトのところから突破されて上がったクロス、棒立ちを対応できなかったよね。まあそりゃそう、知らないチームだからこうどう来るかなとかね、戸惑っちゃったっていうのはあると思う。まあプロ相手と違ってスカウティングができてない相手だったっていうのはあると思う。まあでもね、それよりも相手を褒めようっていうぐらい素晴らしいゴールだったし、まあ、逆に言えばね、まあ、守りの形っていうのが徹底できてなかったのかな。これが、まあ、練習の、ね、成果がなってない、そういうふうにも思える失点とも言えたし、まあ、棒立ちだったっていうかね、向こうがやろうとしていることに対して対応しきれてなかったっていうところはあったと思うし、まあ、反省すべきというか、相手を褒めざるを得ないというかね、そんな感じで、ああ、もう、はい、やられましたっていうゴールを食らいました。まあ、この時点で言えばね、まあ、僕の判定では、判定負けみたいなもん、向こうは流れの中から完全に崩しきっていたし、こっちはセットプレーから取っただけ、みたいな流れの中で、嫌な感じで前半を終えたんですが、前半10分。内藤大和のしびれるシュート、あれね、フリームもワンタッチでポンって打ってね、サイドネットあんだけ揺らすんだから、一瞬ちょっとガッツポーズしたもんね。いや、内藤大和が本当に世代トップって言える素材なんだなっていうのをまざまざと見せつけられるシュートはあれだったと思う。まあ、最初のセットプレーがね、相手側のゴール裏の方だったからね、正直、まあ、あ、大和決めたんだ、おーぐらいしかなかったんだけど、まあ、多分みんなそうだったと思う。ゴール裏にいた連中はね。まあ、内藤大和すげえって思ったのが前半10分、後半10分よね。で、その後、13分か。飯島陸のゴールになったけれどもね、あれ、大和が上がってってのラストパス、多分ヒールだったよね。後から映像を見返したら。あれで、あそこからあのスピードで動いていて、あの精度でけ、あの、ラストパス出せるんだとも思ったし、え、しかもヒールだったんか。っていうとね、もうあれはすごい。まあ、やっぱ世代トップの逸材よな、内藤大和ってね。シュートからの流れを見せられた後半10分、そして、シュートへの流れを見せられた後半10分、そしてあのラストパス後半13分、もう内藤大和に釘付けですよ。まあ、そしてね、飯島陸もよく走り込んでたし、そこにピンポイントで合わせた。あれね、飯島陸がワンチャン触れなかったらね、大和柚月が詰めてたんだな、確か。だからね、まあ、大和から柚月へ、ラストパスとかって言ってね、ネタとしては美味しいよね、その方が。ネタとしては美味しいんだけど、まあ、それはそれとして、飯島陸ですよ。で、その後ね、25分か、内藤大和のね、シュート、流れの中からのシュートも決めて、2ゴール、1アシストも最高のデビューでした。いやもうね、で、これはもう内藤大和のプロキャリアって考え、この後考えたときに、どういうキャリアを歩むにせよ、まあ一番やばくてもヴァンフォーレ甲府のエースではあり続けると思うんだわ。まあ、てかそれ以上のとこ行くでしょう、当然。って思ってるんだけど、どういうキャリアを歩むにしろね、そのデビューを、最高のデビューだったっていうのをね、最後まで見たっていうのはもう本当に最高ですよ。それだけでね。で、まあ、それだけで最高なんだけれども、その後ね、なんで使ってもらえないんだリストのナンバーワン、ツー、内藤大和と争う、中山陸、東海大相模在学中の2年、特別指定で登録されて、2種登録で決めたナビスコのゴール、あれからね、もう4年ぐらい経つんか、あれ、2017年だった、5年経つ、もう活躍しなきゃいけない年よねっていう中で、大学生相手だったら格が違うよねっていう2ゴールその後決めてね、大和がいなくなったら今度は中心はもう中山陸、もうなんで使われないんだ選手権ナンバーワンですよ。まあ、そしてね、まあもちろんその他諸々光るシーンがありました。中山陸、
宮崎純真、松本凪、長谷川元貴、この辺りは、まあ、できて当たり前。お前らも別に、いや、できるやろ、そりゃ。お前らできて当たり前よ。もう知ってる、知ってる、それは知ってる。いいよ、いいよ。ってぐらい、いや、逆にね、逆に、そう、山とかすげえとか、ゆずきちゃんと守ってんじゃんとか、そういう以上の存在を見せてくれなきゃ、お前らレギュラーで使われて何なのってなっちゃうからね、そりゃそうだよ。いや、まあ、素晴らしい試合だったけれども、そう、特にね、若い連中の、若い選手たちの、これから躍動していく姿っていうのをね、想像できたのがね、素晴らしかったと思います。いや、内藤大和すげえよ。やっぱ少なくとも18歳であの出来っていうのは、ゲームの中でね、動きの質の違いを見せつけた。こう、それこそこの間、ガンバ大阪の記事でね、北の南の、南の北のみたいな感じで、U18 世代前後の、すごい選手2人みたいに、そこで取り上げたいって記事なのに、選手のインタビューで脈絡なく内藤大和の名前出てきてたからね。やっぱり、18歳、高校3年生世代の一番のストライカーは、やっぱ内藤大和。そういう素質を見せてもらいました。いやー、伝説の最初の試合に立ち会えた。まあ、それだけでね、1250人行ってよかったと思います。仕事でどうしてもって人もいたと思うけれども、ねえ、もう来なかったやつざまあって言いたいぐらい素晴らしい試合でした。まあ、少なくとも来れたのに来なかったって、めんどくさいから来なかったって人はね、反省した方がいい。そんぐらいの試合だったと思います。以上、ハッチーでした。